ここで久保に当ててガイナーレ鳥取、あここでバヤリッツァーとの、はい、より攻撃的な選手をこう入れてきたなという感じがしますね。これで米倉、高橋両サイドバックが攻撃的になった千葉です。そんな中千葉駆け出すか、一旦出たボール工藤向こうに浮かしてクロスが入ってきてキーパー岡本触れない、まだロングボール、さあどうする、シュート放った、決まった、バイオレッツァ3対3同点、京都が追いついた。このコーナーキックからの一連の流れ3対3っていうのはありますよね。またここもよく粘りましたね。はい、和田さんどうぞ。佐賀の選手たちはもう負けられてきています。その向こう側には秋元、誰をターゲットにするか、秋元、バヤリッツァのヘディング決まりました。先制ゴールは京都サンガ FC。 手元の時計で前半の13分、セットプレー福村のクロスにバヤリッツァが頭で合わせました。1対0京都サンガ FC 先制。非常にいいボールでしたよね、はい、それから長崎の方が3本コーナーキックがあって、そして京都が初めて攻めたような形なんです、はい、これ不思議なもんで、前に前に行く意識があったとしても特に、ね、ほんのちょっとした、タイミングのミスがあったりしてしまって、はい、本当にフットボール右足中中央です。さあボールを拾えるか、左足シュートを放っていくか、枠を捉えることができません。坂木のシュート、このペポと内村が前線で今攻撃的な前の2人起点となっています。長いボールを入れてきてペポの前、バヤリッツァが競り勝ちました。さあ今度は京都の速攻です。コーチングでみんながこう体を動かしているというところもありますね。さあペポ体を入れ替えた、中を見る、バヤリッツァがついています。バヤリッツァが触ってコーナーキックです。さあこのペポに合わせ坂木、ペフォに単純に入れてきた、その向こうからあペフォがシュートを打って、こうどこでそのビジカル面含めてへこんでしまうかなっていうところも一つのポイントになってくるでしょうね。このゲームはジョソチンはパー、しかしニアに合わせてきました。日高の手前で押して蹴ります、中にスーッと入ってきました。13番の宮吉もいますが、外でヘディングで決まった、バヤリッツァ背番号20番のバヤリッツァがヘディングで決めました。なんとなんと立ち上がりわずか2分、そのバヤリッツァがヘディングで合わせて京都、神戸の関西ダービーホームでの初勝利を目指す京都が先制。そしてこのゴールは神戸としては今シーズン初の失点となりました。このボールをどちらが先に抑えるんでしょうか。先制点のバヤリッツァ、そしてポポが今絡んでいきました。こちらが今日先制